もしはぐれても見つかるまで探すから大丈夫だよ。心配はぐれても大丈夫だって。75分待ちとか言いました。え、マジか。一旦トイレ寄ってくか。バラバラで行く。それ20時だった。いや、人がいいだろ、ここまで行ったら。75分、転ぶなよ。うん、何？何？うん、そうだな。そういう意味じゃなくて。何言ってんだ、バカかお前は。小池の大ケット。ネタですな。あの、視聴者の皆さんがわからないからそれ。誰だよ小池って。都知事じゃない人みたいな。バックヤード。偽物かな。うん、新鋭って書いてあるからな。聞いたことない会社だよな、このキャストも。知ってる名前は一つもないもんな。病気がつかない。うん、本来な有名なパスタのはずだからな。偽物かな。ゆうちゃん、放心状態が震えてる。怖い。震えてる。まるでバンジージャンプが外れたみたいな。いや、そんな。いや、映像でもね、怖いやな。機械ほど信用できない。いや、今大丈夫だ。大丈夫だ。めっちゃ震えてる。最初に。最初で。すごい。約2万だね。まあ、2万の価値あるよ。うん。いやいや、そっちか。転売。持ってる。あとは見てのフィギュアの方が。かわいいやつ。うん。さすが大川さん、あのラドンを一撃で倒すわな。もう本人は見てねえと思うけど、どうか。そんな余裕考えてる余裕はなかった。余裕なかった。めっちゃ震えてる。怖かった。すごいよ。リアルすぎる。いや、だってもう手を握る力がすげえ強いもんね。あの落下するという。ドーン。落ちる、落ちる。うん、なんか声が若干おかしくなってる。うん、声違かった。最後目つぶって。見えなかった。なんか一瞬にしてもなんか10歳くらい老けたぞ。あ、こっちは普通の円だよね。うん、ガチャガチャ。ちょっと歩き方がなんかおかしい、カクカクしてるの。そんなブリキのおもちゃみたいになって。怖かった。怖まだちょっと震えてる。あ、いいの乗って階段まで行った。もう一回乗ってくるか。いや、もう無理。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 楽しかった？楽しかった。本当か？
めっちゃ死にそうになってる。死んじゃうとか言ってる。富士急なんか行けない。あ、富士急の方怖かった、うん、ジェットコースターか。カルーシャもギリギリ怖い。え、さっきのあれは、さっきのあれは自分はちょっと怖い。あれも怖いのか、うん、あれ高いとこ好きじゃなかったっけ。好きだよ、うん、好きだけど。そう、こっちからいい服だ。好きだけどなんか伴わないし、体がって お前若いから大丈夫だって。俺の子供なんだから大丈夫だよ。